ペンシルベニア州、ライカミング郡の郵便局外壁の壁画連邦美術計画は、アメリカ合衆国の連邦政府、公共事業促進局が1930年代に打ち出した芸術家支援計画の一つ。連邦美術計画の依頼により制作された国立公園事業の政府ポスター世界恐慌に橋を発した大不況時代における第2期ニューディール政策の一環、かつ最重要政策として失業者救済に当たった WP が打ち出した施策が芸術家支援計画フェデラルワンであった。この計画のうちビジュアルアート分野の計画が連邦美術計画である。WP が運営していたミネアポリスのウォーカーアートセンターで開催されている子供向け絵画教室。このような事業により多くの芸術家を雇用した連邦美術計画によって5000人から1万人が雇用され20万点もの作品が制作され様々なポスター、壁画、絵画、彫刻が作成された。それらの作品は公共機関や学校や病院などに飾られ2000以上のビルの壁面を覆い、国内で最も目立つパブリックアートがいくつも誕生した。遅くとも1935年4月29日に大不況下の芸術支援計画の一環として開始され、1943年6月30日に終了した。連邦美術計画の最初の目標は、仕事のない美術家を政府が雇い、美術作品を連邦政府以外に属する建物に供給し、市民に美術に接する機会をより多く与えることだった。その後、連邦美術計画は様々な方面に展開された。アートプロダクション、美術教育、美術に関する調査などである。このうち、美術調査グループの出した最も重要な成果がアメリカンデザインの総目録である。ミシガン州の芸術家、アルフレッド・カスターニュが WP の建設作業員たちのスケッチをしている。アメリカ人の暮らし、大恐慌の惨状、ニューディールによる事業などの記録のためにも多くの芸術家が雇われたレオン・バイベル、ジャクソン・ポロック、ウィリアム・グロッパー、ウィレム・デ・クーニング、ベン・シャーンなどは、この計画により支援された中でよく知られた美術家たちである。この計画の副産物かつ、最大の成果としては人的資源の維持、育成が挙げられる。この計画により多くの美術作家が生活を維持することができ、またヨーロッパからも美術家の流入があった。その中には戦後のアメリカ美術の隆盛とヨーロッパ美術の影響からの脱出を成し遂げた作家たちがいる。また壁画など公共空間における大きな画面へのチャレンジにより小さなキャンバスに描くのとは違う。新しい体験を作家たちにさせたこともある。この計画により、アメリカの街角にパブリックアートと呼ばれる記念碑とも違う街を装飾し、生活に彩りを与え、様々な施策を誘うための彫刻群が多く立つようになった。この成果は戦後、新築ビルに建築費の 1% をパブリックアートに使う、よう義務づける条例などにつながってゆく。また多くの市民がポスターや絵画、彫刻、美術教育活動を通じて同時代の美術に大量に触れる豊かな経験をしたため美術鑑賞の一般化や産業デザインの洗練など国民のデザインに対する意識が高くなったこともある。建国以前からのあらゆるデザインを調査した総目録は後々アメリカの美術、デザイン関係者や歴史学者の制作、研究を助ける貴重な資産になった。ありがとうございます。